トジャンガラはおばあちゃん家とかで見てて興味があって見てくれてる周りの呼んでくれた人たちをちょっとでも元気づけられたらいいなと思ってそういう気持ちでやってます。今度はそういうコロナで気持ちが沈んでしまっている人たちにももっと幅広く元気に笑顔になってもらえるようにプラス供養の気持ちで頑張りたいなと思います。もう少しこうやっぱ後継者の人もこう増えてってさらなるこうやっぱ若者中心っていうのもあってそういう若者中心とジャンガラも今後作られていけたらいいなと思ってます。他にないいわきの良さが詰まったものなのかなと思います。県外の人にもたくさん知られるくらい広がっていってほしいなと思います。